パッ、アナセオヒヨンです。今回はですね、久しぶりにバッグの中身紹介をしたいと思います。ということで、もう何年ぶりっていう感じのバッグの中身紹介なんですけど、つばこぶえまずに始めますか。それではスタート。で、今回は小さいバッグの時の中身紹介と大きいバッグを持ち運ぶ時の中身紹介2つをやっていきたいと思います。小さいバッグの時から紹介したいと思います。で、小さいバッグって言ったらやっぱり夜ご飯とかおしゃれしてお出かけすることが多いのかなと思うので、今回はこのバッグを持ってきました。こちらのシャネルのバッグです。これはもうね、夜ご飯行く時とか本当によく使っていて、めちゃくちゃお気に入りのバッグ。小さいんですけど結構容量入るので愛用してます。じゃあまず一つ目はもう変わらずっていうか、これはもう前よりも絶対持ち運ぶようになった、こちらハンカチとティッシュです。で、今まで多分ハンカチは絶対に持って行ってたんですけど、ティッシュを時々忘れがちな時があったんだけど、最近はティッシュも必ず持ち運ぶようにしてます。やっぱりなんだかんだあると便利なので、この2つのセットは欠かさずです。ハンカチはこのね、フェイラーのものが好きなのでこれを集めてます。で、次、鍵です。これがボッテガのキーホルダーになるんですけど、これはゴリ君と一緒にクリスマスプレゼントでお揃いで買いました。で、そこに車の鍵とお家の鍵がついてるっていう感じです。なんか前は可愛らしい、多分ぬいぐるみとか結構ついてたと思うんですけど、最近ちょっと大人になったかなって思います。ここがちょっと変わったポイントです。続きまして、こちら Estée Lauderの付録とかでいただいた鏡です。で、中は2つになっていて、普通の鏡とあと巨大に見えるやつ、これがすっごい使いやすくて愛用してます。昔は顔全体をしっかり見たいから大きい鏡しか嫌だったんですけど、最近なんかこの小さい鏡でもいいやっていう感じになって、ちょっとそこへのこだわりがなくなったかなって思います。そしてこれは変わらない、私が大好きなクリアラストフェイスパウダーハイカバー N クール UV ライトオークル SPF50+PA4+。 まあ大体夜ご飯行く時ももうメイク直前ですることが最近は増えたので、あんまりメイク直しとかはしないんですけど、ちょっとテカリが気になるなっていう時とか使ってます。何が使いやすいかって、なんかこれつけて抑え込むだけでテカリとかなくなってくれて、肌も綺麗に見せてくれるので、使いやすいプラス愛着が湧きすぎてずっとこれ使ってるっていう感じですかね。本当に最近顔へのこだわりも減ってきたっていうか、昔は今どういう顔に映ってんだろうとか、この照明でこの環境で自分の顔ってどういう風に見えてるんだろうとか、本当にすごい気になってたから鏡をよくチェックしてたんですけど、最近は鏡をチェックする回数が本当に減ったなって自分の中でも思っていて、見た目とか容姿に対するこだわりがピークの時よりもちょっと落ち着いたなという感じはします。続きましてリップなんですけど、リップはその日使ったリップ一つと、あとケア系のリップ一つを持ってます。なのでこのラカのリップはずっといつも持ってるんですけど、チュージングビーガンリップオイルカーミングパープルっていうのは常に持ち歩いてます。やっぱ口紅を塗るとさ、カサカサになっちゃったりちょっと皮むけちゃったりする時あるじゃないですか。そういった時にこれをまた塗っても汚くなる一方なので、ケアをしてあげるリップを一つ持っておくのはすごく便利だから、リップは必ず2本。でも昔はもっとリップをたくさん持ってたと思うんだけど、最近はもうほんと2本か3本、このメインのリップが2本で、このケア系の1本っていう感じに減りました。それも今回このグッチのルージュデビューティーブディリアント214番、メインのリップに関してはその時のメイクに合わせてなのでいつも違うかなって感じです。で、お財布ですね。エルメスのお財布なんだけど、もともとピンクを持っていて、このグリーンが可愛いなと思って買ったんですけど、ピンクはオンマにあげて今私はグリーンを使ってるっていう感じです。だいたい携帯で払っちゃうのであんまり現金は使わないんですけど、現金が今 1,2,3,4,4万3,000円ありました。でもほぼ使ってないです、現金は。で、お財布の中にはなんかお守りが入ってたり、私の証明写真があるだけ、韓国で撮ってもらったやつ
くらいですかね。で、小さいバッグの最後がこちら、ファミュのフラワーハンドクリーム。この小さいバッグの中身は必要最低限のものが必ず入ってるので、ハンドクリームも絶対に入れてます。やっぱり私手を洗う回数が多いから、どうしてもさ、カサカサになっちゃうんですよね。だからもっともっとハンドクリームを塗らなきゃって思ってる次第です。って感じで、小さいバッグは以上になります。なんか昔だったら、なんか夜ご飯を食べた後にまたさらにどっかに遊びに行くっていうことがあったから、なんかメイクとかももっと準備してることが多かったんだけど、最近はさ、そういうのが本当にないから、こういう小さいバッグの時はいろんなものをたくさん持ち歩いてるっていう感じではないかもですね。次、続きまして大きいバッグの時です。大きいバッグの時は、最近はこういうね、トートバッグで持ち歩くことが多いです。物が結構多いので、バッグ自体が軽いっていうバッグで過ごすことが多いかな。で、これは六本木ヒルズのフレージュっていうところで買ったヴィンテージのやつとか言ってました。で、ちょっと中身がかぶっちゃうものもいくつかあると思うんですが、じゃあかぶっちゃうものはもうそのまま最初から言いますね。まずじゃあお財布でしょ、あと鍵、あと鏡も大きいバッグの時も小さいもので過ごすようになりました。あとはハンドクリームも絶対、ティッシュとハンカチも必ず持ってます。あとはクリアラスト、お化粧直しはなんか一日撮影っていうのも最近はあまりないので、そんなに持ち歩かないんですけど、まあ持ち歩く時もあったり、これはまあその時のスケジュールに合わせて持っていくか持っていかないか決めるっていう感じです。続きまして、こっから大きいバッグだけの時に持ち運んでるものが、まずこちら水です。温泉水を私は今飲んでるんですけど、やっぱり水をねこまめに飲まないと便秘にもなっちゃうし、妊婦さんの時って便秘になりやすいじゃないですか。で、もともと水を飲むようにはしてるんですけど、やっぱ意識しないと飲めない人だから、忘れるともう本当に忘れちゃうぐらい水を飲まないんですけど、最近はもうしっかり飲むようにしてると便秘で悩んでるっていうのはあまりないかなってことで、お水を必ず持ち歩くようにしてます。次がこちらです。可愛いパンツのポーチになってるんですけど、この中に充電器が入ってます。私この今の携帯がミニなので、充電がねすぐなくなっちゃうんですよ。で、1日いると結構なくなっちゃうから、充電器は持ち歩くようにしてます。これはロフトで買って、これはプラザで買ったものです。外にたくさんいる時は持ち歩くようにしてます。続きましてこちら、日焼け止めビオレ UV アクアリッチアクアプロテクトミスト。これ最近のプラザ購入品で買ったアイテムで、最近はこれを持ってってるんですけど、前まではシュシュパのカンカンのものだったり、紫外線予報のスティックのものだったりしたんですけど、最近はお気に入りでこれを持っています。だからこれっていうよりも日焼け止めを持ち歩くようにしてます。で、気づいた時につけるようにしてます。続きましてポーチ、これはクアンクのノベルティでお渡ししていたポーチなんですけど、まずもう必ず持ってってるラカのリップケアオイル、あとはその日のメイクに合わせたリップ、フェンティビューティーのものだけど、これはその日によって違う。あとは白目が白くなる目薬、これは結構必ず持ってってて、目薬を結構持っていて、使い捨ての目薬も持ってます。なんか一日中お外にいる時、夜とかになると目がすっごく痒くなるんですよ。アイシャドウのラメとかが目に入って痒くなるのかなっていう感じなんですけど、そういった時に目薬がないと本当に死んじゃうので、目薬は持つようにしてます。あとはシャネルのリップクリームも持つようにしていて、あとこれ、これはノーズミントっていうミントの香りがする、春とかにしかあんまり使わないんですけど、これリフレッシュもできるので、なんか中に入れてます。で、それのコロンタイプも持ってます。めっちゃ好きじゃんっていう感じなんだけど、これ持っとくと結構ね気分が爽やかになるので、これもサイズ感がちょうどいいし持ち歩いてます。あとは妊婦でも飲める薬ですね。なんかあった時のための痛み止めと、低血圧なんですね私。で、前検診行った時にもっと血を増やした方がいいっていうことで、この鉄分をもらってるので朝晩飲んでます。で、何かあったの時のための絆創膏、まあこれはまあ別にかさばらないし中に入れとけば便利なので持ち歩いてるっていう感じですね。あとはヘアピン、これも何かしらあると結構便利なんですよね。このゴールドのやつを持っておくとすごく便利。なんか黒だとおしゃれにならないけど、ゴールドだとちょっとおしゃれになるので、ピンを持っておくことと、あとゴム
ムも持っておくとすごく便利なので、かさばらないし邪魔にならないから持ち歩いてるっていう感じです。ポーチの中身はこんな感じでした。なんかメイクポーチっていうよりも、最近はこういうなんかあった時のためのポーチを持ち歩くことが多いです。そしてこちら、最近読むようにしている本です。で、今読んでいるのは、あの子は美人っていう韓国の本で、日本語に翻訳されてるものなんですけど、やっぱ日本の方が書いてるものと表現の仕方とかが全然違くって、めっちゃ面白いなっていう感じなんだけど、最近全然読めてなくてまだここで止まってるっていう感じです。っていう感じで、前までは暇な時間とかちょっと空き時間は音楽を聴いてずっと携帯いじるみたいな感じだったんですけど、最近は隙間時間に本読めたらいいなって思って本を持ち歩くようにしてるんですけど、まあ、普通に携帯いじる時もあるし、その日の気分に合わせてっていう感じです。で、あとはこちらストールです。これはシャネルのストールなんですけど、結構大きめのストールなんですけど、店舗に入った時とか冷房で寒かったり、まあ日よけとかにもなるし、こういう風に体温調整ができるようにこのストールを持ち歩くようにしてます。でもこれも妊婦になってからかな、昔は全然こんなの一つも持たなかったんですけど、やっぱ寒いところにずっといると良くないと思うから、ストールを持ち歩いて対策できるように私は結んで入れちゃってるので、そんなに邪魔にならないかなっていう感じがあって、これを持ち歩くようにしてます。あとは携帯なんですけど、なんかこういう大きいバッグの時ってポケットがあったらいいんですけど、ポケットがない時携帯をバッグの中に入れちゃうと見つけるの大変じゃないですか。だから大きいバッグの時はこういうアクセサリーをつけるようにしてます。これはケースティファイで買ったものなんですけど、こういう風にショルダーにしてから持ち歩いてます。で、あとはバッグの中身ではないんですけど、いつも持ち歩くのは日傘ですね。遮光 100% の日傘は持ち歩くようにしてますって感じですかね。まあ、こんな感じでバッグの中身紹介、すごい淡々と説明させていただいたんですけど、いかがでしたか？やっぱ昔と持ち歩くものがちょっとずつ変わったのかなっていうのと、ちょっと自分への気の使い方も変わってきたので、みんなの参考になれたら嬉しいんですけど、まあ参考というか、まあ楽しく見ていただけたら嬉しいなって思います。って感じで、この動画が楽しかったり、また私のまあこういうゆるい動画見たいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。그럼 안녕.